泣くの？泣かないで、なんで。ハンマーさんと半年ぶりに会いました。久しぶり。久しぶり。赤羽ね、行ってみる。うまそう。うわ、なんかいつも自分が撮影してたんだけど、他の人がこうやって撮ってるところ初めて見た。面白。ちゃんとここでの動画はハンマーさんの YouTube 入って見てください。ありがとうございます。リンクするので見てください。2軒目、私が最近一番好きなお店にハンマーちゃんと一緒に来ています。いや本当に久しぶり。半年ぶりじゃないの？半年ちょっと経ったよ。うん、私よりもちょっと会いたかったんですけど、お互いに忙しくて。でも私が一番好きな赤羽。ああ、なんか今日本人って今どれぐらいになったの？今ぴったり10ヶ月。10ヶ月も、うん、10ヶ月。10ヶ月ぐらい日本に住んでて、自分が感じてちょっと変わったところとかある？僕も考え方とかがいろいろ変わってきて、めちゃくちゃもう人が変わったと思う。本当にもう言い過ぎじゃなくて、僕という人がちょっと変わったな。例えばどんなのに変わった？変わったことは、この前僕先月に韓国にいてきたけど、昔はなんか自然に、ああまあそれもまあありあるあるあると思ったのが、ああちょっと、ああまあちょっと市民意識とかちょっと持ってほしいな、もうあるしできたし、正直ね。ありがとうございます。あ、本当にありがとうございました。本当に気をつけてください。 YouTube ありがとうございます。結構日本のこういうところも好き。あ、でしょう。ないじゃん、あんまないじゃん。まあ、自分的には良くなったと思うところが多いし、小さなものでもありがたい気持ちができるし、まあいろいろめっちゃいいと思う、本当に。でもなんか最近悩みあるって聞いたんだけど、悩み何？今日あたら話せって言ったんでしょ。あ、悩みって何？まあ、ずっと日本に住もうかどうかの悩みが、軽く、あ、本当にずっと日本で住みたいですとか言ったことめっちゃ今まであるけど、あれが軽い気持ちじゃなくてちょっと本当に重い気持ちで今悩んでるから、半年ぶりだけど連絡はちょっとしたじゃん。僕はなんか気になることある時とか、あ、サプこういう時はどうすればいいのとか連絡はしたことあるじゃん。で最近あの気持ちがちょっともっと強くなって、やっぱりビザの問題がやっぱビザの問題。まあ日本でバイトだけで今までちょっと頑張ってたじゃん僕。あれより生活は日本が好きだけど、お金は心配しなきゃダメの問題じゃん、大切な問題じゃん。確かに韓国だったらもっと稼ぐから、俳優の活動もできるし、いろんな今までもともとやってたものが多いから、あれが稼ぐことがまあ楽だし、お金ももっともらえるし、いろいろなことがあるから、まあ、あれがめっちゃ悩んでる。でも生活時代は日本がめっちゃ好きだと思う、本当に。恥ずかしい話だけどね、まあ、男の年でめっちゃ恥ずかしい話だけど、最近もうそろそろ帰らなきゃダメな気持ちがあるじゃん、僕の心の中で。昔はバイト終わったら、うわバイト終わった、もう帰ろうして家に帰って、もう本読んだり飲みに行ったり、まあ、あれがめちゃくちゃ幸せだったけど、最近退勤した後家に戻る時、あ、日本もうそろそろ終わりだなしながら、周りの道とか見ながら、日本のあの感じの雰囲気とかめっちゃ僕好きだったから、これがもうそろそろ終わりになる なるなと思って、ちょっと寂しい気持ちがあった時、僕がよく行く店、僕が常連な店行って、あのマスターにもめっちゃありがたいから、僕のことめっちゃ助けてくれたこともめっちゃあるし、12月にはあそこでバイトもやるつもり。あ、12月、うん、めっちゃ仲いい人だから、いろんなことを教えてくれたり、なんか、あ、ここまで話してもいいかな。僕が本当にお金ないとき、お金もらわないから
ただ来てお酒飲んでもいいよ。君そこまで今悪い状況だったらあれは気にしないでと言ってくれるほどめっちゃ僕に恩人みたいな、いいと優しい。あ、もしあの前私歌ってたそのお店佐藤沙織だとこういう話がまた出てめっちゃありがたくて、あ、今までめっちゃありがとうございました、しながらまだまだ2ヶ月残ったのに、あ、しながらちょっとだけね泣いたけど、決まった、もう決まったよ、帰らないで悲しい、僕も、まあ、あと2ヶ月なの、うん、あと2ヶ月、2月7日に帰るから、まあ、3分ちゃんにもめっちゃありがたいし、いろいろ、いやいや、寂しい、めっちゃ寂しい、最近こういう寂しい気持ちがあるから、ただバイトやるときもやりながらも終わって変わるところも、なんかお酒こういうふうにお酒飲むときもこういう雰囲気を見てもちょっと寂しい、マジで、うわ今も泣きそう、めん、あ、え、泣いちゃダメだよ、いい人が多すぎるから、あれがありがたくて、あ、まあ、本当に僕自分自身も帰りたくない気持ちがあるから、なんか急に気になることがあるけど、なんか日本に住んでてなんで日本が、前ももうもちろん好きだったんですけど、なんでもっと好きになったの、なんで住みたいと、わあ、これ結構難しい質問だけど、人がめっちゃ好きな人、周りの人間というなんか人間関係もめっちゃ大事にするし、あれ好きにする人だけど、まあ、今日この店だけでもめっちゃ見たじゃん俺たち、あの優しさとか、みんな優しいし、あれが優し方からもあるし、文化的になんか考え方的に僕とめっちゃ合う、あ、これが一番大事だと思う、日本人というか日本の文化というか、みんなこういうふうに考えてる、こういうふうに生活してる、こういうふうにみんな行動してるが全部僕にはいい感じに来て、あれがあると思う、うん、小さなものが本当に少しずつ少しずつ少しずつ溜まって、これが全部好きになっちゃったと思う、わかる気がする。なんかさっき、正直私も日本なんで好きですか、なんでもっと好きになりましたかって言ったら難しい、答えるのが理由がわからないけど、もう日本のことが好きっていう感じ、ゼロからスタートしようするとき、日本の方がもっとなんか機会を上げるイメージがある、僕日本に来ていろんな外国人の友達と多くなるだったけど、いろんな周りにいろんな外国人の、フランス人、スペイン人、みんなある、あの人たちもこういう話した、日本は機会がある国という、でも僕これ認める、僕もそういうふうに思ってるし、これも好き、今日いい話を聞いて、久しぶりに、なんか今日久しぶりに会って、こうやってこういういい話を、まあ、今泣きそうになった、どうしよう、泣くの、泣かないで、なんで、あ、もう無理だよ、ダメだよこれ、なんで日本に、せっかく日本に来たのに